ヤケブニヤクゼと申しますぞ。今回は攻撃が1段階上昇する可能性がある特性統一でランクマッチに潜ってきますぞ。メスは人の剣で場に入れて映画1段階上がるヤシアン、装飾で草技を受けると映画1段階上がるヤリリ、正義の心でアクワザを受けると映画1段階上がるヤルディオ、ダウンロードで場に出て映画1段階上がるかもしれないヤナセクト、敵を倒すと白の稲なき魔人馬一体で映画1段階上がるヤドレックス白、そしてビーストブーストで映画1段階上がるヤッカゼですな。まあヤッカゼは今回シーフリなので A は上がりませんがな。では試合まで勝った以外ありえない。対戦相手が見つかりましたな。前足対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは伝説はなし、ファイアロー、カラマネロ、ガブリアス、ガオガエン、クレセリア、そして誰でしたかな。ドラパルトではなく名前がスコルピノ、ドラピオンですな。ドラマで出ていた、いやそんなことはいい。焦点といえばやはりガブステロ、ファイアロー、鬼火、追い風、ガオガエン、威嚇、ヤドレックスでガブ対策といこうと思いましたが、まあヤシアンが全体的にいい感じですね。威嚇なんて気にせず攻撃すればいいので。で、防具をしっかり止められるのはやはりヤドレックスとなりますので、あとをどうするかですな。ヤノセクト結構仕事ありそうですぞ。これで行きましょう。では、マーヤン氏対戦よろしくお願いしますぞ。相手の人では、ファイエロー。追い風パーなんですかな？こちらはヤシアン。まあ、ワイボで蹴散らしていいでしょう。ファイアローの耐久なので、空元気でも悪くはないのですが、いや、空元気で。プレイドライ。帰りがやりえない。良いですな。初戦、堂々以下の攻撃力。では、空元気。一撃がやりえない。さて、まあ、若干やけど期待しつつの行動だったんですが、この空元気雑誌を見てお相手は何を思うのか。ボブ、おやつはタスキだと思うんですな。スケールショットはどの道打ってませんし、ヤシアンがいないとどうしようもないというポケモンは残っていないので、アイアンヘイ、なるほど、バードバックだときつかったかもしれない。空元気、サメ肌ですよな。確認は取れているが、まあ、助けだったでしょうし、じゃれつけてても一緒という感じですな。バードがダイマックスして、ボブを倒したとして、ラストがダイマックスしてきたから、じゃあ押し負けますみたいな、ことはないんですよな。ダイマックス切りましょう。ヤシアンはよくやってくれましたぞ。では、バードで。このタイプはもう岩塩しかいませんし、岩塩がラス位置はなかなかないと思うんですな。ということで、大アイスがやりえない。大サイコで持たせそうではあるんですが、あられを降らした方がもろもろのケアができるんで。いきますぞ。相手はダイマックスラスさん残している。さっ、あ、おかしか。うお、でかい、でかいっちゃでかいよ。このバドリックス多すぎよ。いきなり裏声出すのやめていただきたいと言われそう。はい、余裕で耐えますな。ではお返しのダイヤ、やりがいあり。さーて、1段階上昇した状態でラス1と対面することができますぞ。だーれだ、カラマネロ。こやつをダイマとの相性があまりいいとは言えない気がしますが、どうなんでしょう。
ダイアイスレンダーでいいです。ナサイコは効果がない。ナックルしている場合ではないというか、するメリットがあまりないので。催眠術いや、なーい。まあ、いいんですが。寝たからなんだというのか。ここからバカ力無双でも始めるんですかな？全然間に合ってませんぞ。まあ次のターンに起きるでしょう。確かにガンガン防御が上がっていっておりますが、問題ではない。相手ここでダイマックスするか、それとも起きないことにかけてバカ力を打つか。バカ力、確かに耐久は上がっている。それが何だって言うんですか。いやー、きおやー、全然起きませんな。起きてぶん殴るんですぞー。あれがやり合い。では、やっけモーニングブリザードランス、火力上がっておりますぞ。ズレワン惜しい。あられがちょっと足りませんな。3段階ずつも上がっている。そしてこれで4段階といったところか。バカ力の PP はあと4か1、まあ、中途半端に使っている可能性はありますか。では行ってもらいますぞ。体力満タンの矢のセクト、夢が叶いましたぞ。ダウンロードで上がるのは C。 そしてお相手は防御むちゃくちゃ上がっている。スプラトゥーンでイカは水に弱いとかそういう話を聞きましたので、水をかけていきましょう。さて、ダイマックスをする意味はないので、しなかった催眠術なんて当たりませんぞ。では、テクノバスター通弾撃破がやりえ。では、前足対戦感謝がやりえ。対戦相手が見つかりましたな。トトロ氏対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは、ビクテニ、ザマゼンタ、AJ デッキにシロバードレックス、そしてエムリットとザシアン。さて、焦点ザシアンな気がしますな。で、エレキが来た場合は、対応できないのでザシアンでもエレキでも対応できる矢のセクト？エレキに、こんなにエレキが刺さっていたらエレキ来るでしょう、焦点で。で、ビクティニの火力を止めるのは誰の仕事なのか。ヤルディオの仕事なのだろうか。ヤルディオの仕事でしょう。では、トトロ氏対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、お相手の初手は、ビクティニー、いきなりですな。V ジェネの火力は、ここでダイマックスをしないと止まらない。ダイマックスをしたとてなので、ここは捨てていいでしょう。ですよな。耐えるんですな。お相手、ハチマキではない。ならば、返り討ちですな。10万馬力。一撃がやり。いやー、ドレックス、素晴らしい耐久。ワインですが、命の弾が。さーて、次が誰かなんですな。エレキか。エレキだと終わりですな。ならザシアンを読むべき。
ですな。さて問題は大バーンまでする必要があるのか。あるでしょう。皇族への負担が比べ物にならないので。豆腐の件は結構ですが、もちろんここは大バーンがやり、やるようなことは何も配慮されておりませんな。では、いきますぞ。おかしか。おお、でかい、でかいっちゃ、でかいよ、この首は。大きすぎよ。いきなり裏声出すのはやめていただきたいと言われそう。剣の舞子、そんな余裕はありませんぞ。まあ、宿り木型とかだと思ったんでしょう。では、達人の B、ダイバー。耐えられてるんですな。玉ダイバーンでないと。落とせない、この耐久。いかれてますな。ダイジェットスチル。スチルで。巨獣さん。まあ、剣の舞しても巨獣さんは耐えるがありえない。もともと受け出せるだけの耐久がありますからな。では、お返しの大スチル。ズドン、撃破がやりやる。さて、ラストは誰ですかな。ブーストかかっておりますぞ。まだ今残ってるんで、ザマゼンタ盾をつけている方、これはバーン連打いきましょう。間にスチル挟んでるんで連打ではないですが。ザーシャに耐えられて、ザマ全体に耐えられないわけがないと、いう風にも映りますが、振り方次第なんですよな。というか、ハレーの有無がありますからな。余裕で返り討ちにしてやりますぞ。ハレ、達人の B、大バーン。一撃がやりえない。この技が活躍する試合でしたな。では、トトロ死体戦艦士がやりえない。